お二人、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、あ、よかった。お二人とも、声が聞こえてきました。はい、改めてご紹介させていただきます。長里裕樹さんと中西哲夫さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、中西さん、いつも中西さんにイベントやっていただくとき、なかなか僕らちょっと煽り気味のタイトルをつけるんですけども、はい、今日もまた技術は男女の壁を越えられるのかっていう、まあ、そういうタイトルをつけさせていただいたんですけれども、はい。はい。今日、まあ、そういう、まあ、男女っていう話だけではなく、改めて、こう、技術の深いところについて、まあ、何でも聞かせていただきたいなというふうに思っております。はい。もちろん、それはお話できると思いますし、はい、と同時に、今日この瞬間ここに集まっていただいている方々に本当にお礼を言いたいですし、まあ、あとは長里選手のこの今回の挑戦っていうのは別にね、今日始まったわけではなくてもうずっと7年前から始まっていることなので、まあそういったことも含めて皆さんにいかにこう技術が世の中を変えていけるものなのか、まあサッカーを変えていけるものなのかっていうことをこうできればお伝えしたいと思うので、最後まで楽しんでいただければと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。長里さん、はい、聞こえますか？はい。はい。今日は、長里さんに、技術っていうものはどういうものなのかっていうのを、選手視点でいろいろお話伺えればと思いますので、はい。はい、率直な意見をいろいろ聞ければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみにシーズン中でコンディションは今いかがなんでしょうか？そうですね。いいと思います。はい。なんだよ、それ。ちなみに、もう中西さんのそのカジュアルなツッコミで、ちょっと感じたんですけど、お二人ってこれ、今どれぐらい、知り合ってからどれぐらい経つんですか？まあでももう10年以上経ってますよね。10年以上。そうです。はい。長里さんにちょっとお伺いしたいですけど、中西さんのトレーニング受けてから今何年ぐらい経ってますか？7年ぐらいだと思います。8年じゃない？8年だそうです。はい、8年だと思います。今日はちょっとその、8年のトレーニングの中身についてもいろいろ細かく伺えればなというふうに思っております。はい、ではじゃあ早速、一つ目の、テーマに入っていきたいんですけれども、まず最初、はい、長澤さんからちょっとお話を伺いたいんですけども、はい、なぜこう男子とやりたい、まあ、男子の、リーグ戦でプレーしたいと思ったのか、率直なところを聞きたいんですけれども、改めて聞かせてもらえますか？はい、まあ、でも実際にこう思ってたのは結構前だったんですけど、記憶の中では多分、まあ、5、69年、7、8年、ちょっと覚えてないんですけど、それくらい前から7年やりたいっていうふうに、はいはい、やりたいっていうふうに思っていて、はい、で今回その、まあ、本当に心身ともに自分の中でもこういけるかなというような状態になったので、うん、兄が所属しているチームにちょっと、はい、提案をさせていただいて、今回こうやって男子のチームに入るということが実現したという、はい、実際もうトレーニングしてみて、で、まあ、すでに1試合も出ておりますが、まず最初、はい、トレーニング段階の時って感触はいかがでしたか？まあ、純粋にものすごく楽しかったんですね。あ、はい、まあ、それはなぜかっていうと、やっぱりその今までこう想定していたようなパススピードでボールが来たりだとか、うん、やっぱり日本人の、まあ、男性の選手っていったらやっぱりみんな技術が高いですし、はい、女性に比べたら、なんかそういった部分でそのいつもより判断のテンポを速くしなきゃいけなかったりだとか、その自分にこう求められていることが少しこう上がったっていう感じがこう得られたので、すごくこう毎日の練習がこうワクワク感でこう溢れているというか、まあ、そんな感じでしたね。なんかすごい嫌な言い方しますけど、はい、こうある意味女子じゃ物足りなかったみたいなところあったって感じですか？なんでしょう、そのこう自分に何かこう課題を重ねなきゃいけない状態になっていて、どちらかというとその環
境にも慣れてしまっていて、ある程度これだけやっておけば、まあできてしまうっていうような状態にいたので、少しこう、心地よさというのを感じてしまっていた状態ではあったのかなっていうふうには思います。はやぶさ FC にはご兄弟の、と一緒に、まあ、プレーされてますけども、お兄さんと一緒にプレーされてますけど、昔からやっぱこう、そういう意味では男性とプレーするっていう機会は多かったですかね。小学生の時に最初はまあ4年生の時に兄が所属していた男子のチームにまあ6年生の試合に出たりだとかはいしていたので、まああとはそのまあ祭地とかで男性の中に混じってこうやったりだとかそういうのはちょくちょくやってたんですけど、まあ、あとはその相模原のドリームマッチだったりだとか、うんうんうん、そういった機会はまあちょくちょくこうありましたね。うんうん、でそこで中西さんに伺いたいんですけど、はい、初めて長里さんから男子の方でプレーしたいって言われたとき、中西さん実際どう感じたんですか？いやまあ驚きしかなかったですよ本当に驚いたのと、まあでもその瞬間に、いや多分できるだろうなっていうふうに本当に、もうその瞬間に思いましたね。で、それはまあ、今日ここに参加してくださってる方どれだけ、まあ、認識されてるかちょっとわからないんですけども、もう一番最初、長里選手が、僕のトレーニングに参加したときはもう久保建英選手と一緒だったんですよね。はい。へえ。一番最初のときが。はい。で、まあ、そこから始まって、実際、今これあまり知られてない話なんですけど、はい、長友選手のトレーニングにも長里幸選手は一緒に参加したこともあるんですよね。だから、まあ、長友選手当時、インテルにいて、はい、まあ、チャンピオンズリーグ出たりとか、本当に世界のトップオブトップのところの、サッカーシーンにいる状況の中で、はい、大長友選手と長里選手一緒にプレーというか練習、トレーニング、まあ、することがすごく僕にとっては、まあ、その7年前に長里選手が男子とプレーしたいと、まあ、言った瞬間から、常にこう、うん、男子のトップの選手とこう、まあ、久保選手もそうだし、長友選手もそうだし、そういう選手とプレーすることが重要だと思ったんで、うん、まあ、そういう意味では、すごく僕としては、まあ、言われた瞬間に、とは思ったけど、その次の瞬間からもう、それに向かってどうしていくかっていうことと、はい、と同時に、まあ、彼女が冗談で言ってるわけじゃないし、本気でそう言ってるのはよく分かったんで、はい、まあ、そこから新しいスタートというか、じゃあここからもう男子の中でプレーすることを意識して練習しましょうっていうふうにしました。早いですね、話が。そういう意味では、いやもうでも本当にその瞬間からもうそう思ってましたし、僕にとってもすごくワクワクする挑戦だったんで、うん、まあ、でも本当にはっきり今言えることは、まあ、まさか本当に実現するとはなかなか思えなかったですね。だから今実現していることはすごいなと思います。なるほど。長里さんはその中西さんに最初に言ったとき、中西さんがどんなリアクションしたかっていうのを覚えてたりしますか？なんかこうジョークで私が言ったように捉えられてたらどうしようみたいな感じのリアクションを取ってたのかなっていうのはちょっと覚えてますそんなことないよそんなことないよはい。でもその後すぐこう、いやまあそういうふうに男子と一緒に練習してる、まあものを見てるから、中西さんとしてはまあもうすぐやれるだろうなっていうふうに頭切り替わったっていうことですもんね。いやもう絶対やれると思ってましたけど、そのやれるっていうこととか、その今まで誰もやってないような挑戦じゃないですか。その時にその本人をそのいかにやれるか、やれるっていう気持ちにさせられるかどうかが僕の一つのミッションだったので、できるかなと思ってたらできないし、やれると思った上で、まあまあ本人にも言いましたけど、そのいや男子の中でプレーすることが目的じゃなくて、男子の中でプレーして存在感を出せる存在になることが目的だよっていうことをはっきり言いました。なるほど。そう言われると選手としてはやっぱりこうやる気になりますよね、長里さん。
やる気になったというか、なんか正直最初それを言った後ぐらい、数年ぐらいっていうのは、正直自分が男子の中でやれるっていうイメージがほとんど湧いてなかったんですね。でもそうやって少しずつ、そうやって長友選手だったり竹内だったり、いろんなところでこうそういうイメージをこう湧かさせてくれるような環境にこう身を投げさせてもらえたので、そこでなんとなく、あ、男子のトップレベルはここなんだっていうのをこうイメージできるようになっていって、あのそこへこう向かいやすくなったなっていうのはあります。なるほど。じゃあそういう、まあ、徐々にそういう気持ちがどん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 強くなっていったっていう経緯なんですね。そう、まあ、気持ちが強くなったっていうよりは、なんかある程度、まあ、ここっていう到達地点が分かればどうしていけばいいか、何をどんなステップを踏んでいけばいいのかっていうのが順序立ててやっぱ考えられるようになったんで、それがやっぱり一つ大きかったです。あ、なるほど。タスさんね、はい、一番分かりやすい表現で言うと、はい、まあ、あのこの話はあまり誰もその知らない話なんですけど、その僕長友選手に、まあ、僕2010年から2016年までパーソナルコーチやらせていただいてましたけど、その長友選手のトレーニングに長里選手来てもらったんですよ、はい、で来てもらって、で長友選手がサイドからクロスを上げたボールに対して、はい、長里選手がボールを合わせるシュートするっていうトレーニングをしたんですよ。でその時にその世界トップクラスの選手がどういうボールを蹴ってくるのかとか、どれぐらいのスピードなのかとか、どういう質のボールが来るのかっていうのは分かると、それ以上のものは来ないじゃないですか。確かにそうですね、うん、だからそれが、まあ、本人にとってここが分かったらこの中でどっかで対応すればいいっていうのを思うと思うんで、まあ、そこはその、まあ、長友選手には感謝ですけど、本当に長友選手に対しても 100% のボールを蹴って、まあ、合わせるのめっちゃ大変なんですけど、はいですよね、それはすごい、まあ、長友佑樹選手にとってはいい経験だと思います。なるほど。タスさんさ、あの実際その長友選手と一緒にやった時のことを聞いてみてください。はい、あのその今お話があったんですけども、長友選手と最初一緒に練習した時って、まあ、その力の差とかって感じたりとかってしました？それともやれんなっていう方が強かったですか？どっちの方が大きかったですか？このやったのが本当に2人1組での、そのパスコントロールとそのクロスだったんですけれども、最初のそのパスコンの時はもうボールが本当に蹴ってくるボールが重たすぎて、でボールをもう止めるだけで、こう精一杯というか、それだけでエネルギーを消費してしまうので、はい、あの呼吸がすぐに乱れてしまって、もうそれだけで体力を使うんですよ、止めるだけ で、でそれくらいしんどくて、でクロスに関してはもう正直心を折れかけましたというか、もう折れてたかもしれないですけど、本当に 全身、もう鬼滅の刃で言ったら全集中をしないと。わかりやすい。わかりやすい。これ全集中をしないと本当に反応できないようなボールが来てたので、これが世界のトップかっていうところで、まあちょっと若干くじけました。それはやっぱりなんかちょっと衝撃的な話ですね。あの長崎さんだって、ね、世界一だったわけですから、女子のレベルで、ね、世界一取ったっていうところでそういうふうに感じるってことですもんね。いやー、実際長崎さん、やっぱそういう男女の差ってそういうところにはあるんですか？あ、どうでしょう。あれ、止まっちゃってる。あれさん、ちょっと止まっちゃってる。あれ、あ、俺ですか。あ、ごめんなさい。はい、中西さんから、すみません、中西さんです。ごめんなさい。ちょっと勝手が悪かったですね。中西さんから見て、男女の、まあ、そういう今長澤さんが言ってくれたような差って感じることはありますか？いや、もちろんありますよ。うんうんうん、圧倒的にスピードは違うんで。ああ。なるほど。特にスピード、ボールスピードですね。
それは多分永里選手が今言ったように感じてくれたと思うんですけど、入ってくるクロスのスピードが速いし、さっきパスをこう対面でパスするだけでエネルギーを消費したって言いますけど、そのパスのスピードも速いし、もちろん重みもあるし、それはもういかんともうしがたい部分っていうのはもちろんあるんですけど、ただまあそれをどうやって埋めていくかっていうことを知るために、そのトップ、まあ、当時長友選手インテルでプレーしていて、で、まあ、世界のトップの選手といつもやっていた状況の中で、で、その世界トップの男子のレベルをまず体感してもらうことによって、うんうんうん、まあ、そのギャップをどう埋めていくかってことは多分永里選手は多分感じられたと思いますね。うん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 、実際その、まあ、ギャップを埋めていくってどういうトレーニングをされていったのかってなんかちょっと伺いたいんですけど、なかなか一言では難しいかもしれませんが、だからもちろんそれはスピードだったりパワーだったりっていう部分で変わらない部分はもちろんあるので、いかにこう自分の最大限をいかにこう早く見せられるかとか、うん、いかにボールがピタッと止まることによって相手にとっては対応しづらいような状況になるのかっていうことを一個一個丁寧に積み重ねていくというか、まあいくらね、こうすごい選手が目の前にいても相手が足出してくるのが分かれば、まあ長瀬選手だったら外せるっていうような状況を作るというか、かわせる状況を作るっていうことがすごく重要だと思ったので、まあそれはもちろん考えてましたし、と同時にまずその前提としてピタッと球が止まらないと、まあ、ボールがピタッと、まあ、本当に、まあ、今言うと本当にちょっと信用できないかもしれないですけど、長里選手のまあ動画とか見てもらえればボールピタッと止まるんで、うん、うん、でも僕と出会った頃の7年前の、まあ、8年前かの長里選手の、まあ、状況というと、その鎖のパスが止まらない状況だったんで、はい、だからそれに対してまずボールが止まればどう対応するかってことは確実にやっていける部分もあるので、まず止まれば自分が主語でサッカーができるんですよ。ボールが止まらないと相手が主語になって、つまり守る方が優位になってしまうので、まあ、まずやっぱりこうピタッと止めるってことに、まあ、フォーカスした部分はかなり大きいと思いますね。うんうんうん、なるほど。じゃあすいません、最後の、テーマの質問させていただくんですが、改めてこの男子挑戦の、まあ、本質っていうところを入っていきたいんですけども、中西さんがおっしゃってたんですけども、その、まあ、女子選手がこう男子選手の中でプレーするっていうのが、まあ、日本人選手がこうまあ、男子の中でですね、男子の中で日本人選手がこう海外選手の中でフィジカルが強い選手とやっていくっていう、まあ、そういうのと、まあ、似たところがあるっていうふうにおっしゃってたんですけど、改めてちょっと具体的にもう少しその部分を聞かせていただきたいんですけども、はい、まあ、もちろんその日本人 その身体的な、まあ、標準的な、まあ、装備を考えるとめちゃくちゃ速いわけじゃないし、めちゃめちゃ強いわけじゃないし、大きいわけでもないし、でもそういう中で、まあ、僕はアーセン・ベンゲルの影響を強く受けてるんで、まあ、アーセン・ベンゲルっていう、まあ、プレミアリーグのアーセナルの監督を22年やった監督がいますけど、まあ、その監督がもともとグランパスにいて、まあ、彼からいつも言われてたんですけど、その技術は必ずフィジカルを、まあ、フィジカルというか、まあ、パワーを超えられるみたいなことを、ちょっとまあ、僕はまあ、教わってきたんですけど、まあ、自分もそう思ってますし、その技術さえしっかりしていれば、そのフィジカルを凌駕できるっていうのは思っているので、もちろんそのフィジカルが全然ないのは難しいですけど、ある程度あれば、そのフィジカルを技術で凌駕することができるっていうのが、僕はサッカーの面白さだと思っているので、まあ、分かりやすいことを言うと重要号を制すみたいなことなんですけども、それはまあ、例えば女子の長里選手が男子の中に入ってもやれるってことを証明するってことは、日本サッカーが海外のフィジカルの、まあ、優れてるようなフィジカルエリートの選手たちに対して対等に戦うためにヒントが必ず僕は生まれると思ってるんで、まあ、それがまあかなり実際長里選手とこう男子の中でプレーすることをイメージしながらトレーニングしながらヒントをものすごくたくさん、まあ、得られたんで、そこは大きかったかなと思います。なるほど。長里さんにちょっと伺いたいんですけども、長里さんは海外でのプレーが長いですけれども、海外で、まあ、やはり日本よりもフィジカルが強い、国で結構プレーされてるかなと思うんですけど、そういう時にやっぱりこう中西さんに教わってきた、まあ、体の使い方で、まあ、技術を高めていくっていうことがやっぱり
助けになってたっていうふうに感じてますか？まあ、多分技術的に伸びてなかったら今多分こうして30過ぎても、まあ、アメリカのトップリーグで多分プレーすることはできてなかったんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、もともと身体能力が高い選手でもなかったので、もちろんその単純にあのスピードであったり強さっていうところのベースを上げていかなければいけないところなので、そこも取り組みながらも、まあ、その技術って言っても単純にそのボールを扱うだけの技術ではなくて、そこだけではなくて、そのまあボールの受け方だったり、あの駆け引きのした仕方だったり、そういった技術っていう選択肢を持てるからこそ、あのそれをこう駆け引きの材料に使えたりだとかいうふうなあのプレースタイルにもこう変えていけたので、それがその自分自身にとってはその海外でその活躍するっていうのもそうなんですけれども、単純にこうサッカーをすることがより楽しくなったっていうのが、まあ一番、はい、自分自身にとってはすごく大きくて、で今がなんか一番こうサッカーをしていてすごく純粋にこう楽しめている自分がいるなっていうのを感じてます。あのよく、まあ、僕もサッカー選手取材してて、あの言われるのが、いやーなんか今俺この考え方持って現役モデレればなっていう選手ってものすごい多いんですけど、長里さんってそれになんかこう現役のうちに気づけた選手なのかなって今話聞いて思ったんですけど、どうですか、そういう感覚ありますか？なんかこうどうしてもこう若いうちって結果を出すこととかにこう執着しがちになるんですけど、こうなんか年を取ってからその自分が上手くなっていくことの方がなんか結果を出すことよりもこう嬉しくなってしまって、なんかそっちがなんか自分にとっての生きがいだった喜びっていう風になっていたりもするので、なんかこうそこがサッカーのこう本質であったり何事もにも多分共通するところだと思うんですけれども、うん、自分がこう成長している実感がこう湧かなかったら多分続いていかないと思うんですね、はいはい、なんかそれを感じさせてくれるところに私は、うん、あの気づかせてもらえたなっていうのはすごく大きかったです。それはやっぱり中西さんと一緒にトレーニングやっていて気づいたのが大きいですね、はい、中西さんどうですか、こう言われて今。いや、明日練習するんで明日どうしようかなってまた。明日お二人でまた練習されるんですね。明日練習なんですよ。ちょっとその触りだけでもぜひお二人から伺いたいんですけど、ちょっと どんなようなことを考えてらっしゃいますか、今。僕？はい、はい。あ、もしくは長里さんから聞いた方がいいかな。今なんか、私こういうことやりたいんだよね、みたいなのって、中西さんにリクエストとかあったりするんですか？にないんですよね。なるほど。そういう状態の中で中西さんが何を出すかっていう話ですね。あ、でもその僕はその選手がやりたいことをやるのが一番身につくと思ってるんで、うんうん、選手が興味あることとか今こういうことをトレーニングしたいんだっていうことをそのトレーニングの時に聞いて、前回のトレーニングの時もさっき見ていた映像の時も、今日何やりたいのって聞いて、でまあ僕はそれに対して、まあ、その時は長里選手は30メートルぐらいのパスのスピードを上げたいと、まあ、つまりキックの出力を上げたいって話をしてたんですけど、でその場で僕はその瞬間にメニューを考えてバーッとこう決めていく、要するにこう何も決めずにいってるんですよ。僕も今は何も決めてないし、まあ、そうなんですね。つまりその選手たちがその興味ある方向に常に、まあ、メニューを組み立てていくんですけど、まあ、それをその、まあ、さっき言ったその講座の中に入ってる僕が作ってるメニューの中で、どれを使おうかなみたいな、うん、っていうことを明日その瞬間に決めるって感じですね。思いつきました、やりたいこと。あ、ぜひぜひお願いします。何？そのいろんなボールの受け方からあののパスだったりシュートだったりのがしたくて、今ちょっとやってるのがそのディフェンスラインに最初からこう入って、でじゃあそこから落ちて受けるパターンと、じゃあそこ元から最初からそのスペースにいてそこから受けるパターンと、うん、なんかそこからじゃあ、まあ、背後に抜けたりだとかっていう動きも入れつつのパターンと、なんかそういうのをやりたいなって今なんかちょっと思いつきました。
中西さん、またこれハードルが上がりましたね。いや、別にそれはもう言ってくれた方が楽なんで。そうか、言ってくれた方が楽なんですね。楽ですね。もう別にやる方法はいろいろもうたくさんあるので。で、それはもう、まあ、その動画を見てもらえば分かるんですけど、僕はどういう練習してるかっていうのは、もちろんそれは実際今見せてはいるんですけど、そういうふうにこう、選手たちがこう、興味がある、こう、今みたいにこう、ラインギリギリ、ライン上でどうするかとか、ライン裏から戻ってどうするかとか、まあその駆け引きしながらどうやってボールを止めて最終的にシュートに行けるかってことは多分、まあ先日、今日あれ練習試合。ああ、昨日。昨日の練習試合の映像を見たけど、まあ、それがうまくできてないのは分かってるので、まあやりたい。はい、もう逆に言うと、ちょっとそんなところあるかもなみたいなことを。いや、まあ、それはいつも、それはもう、竹下とトレーニングするときもそうなんですけど、本人がどういうことを望んでるかということに対しては、ある程度こう、こういうものかな、こういうものかって想像を巡らせてる中の、多分大体一個にはなるので、さっきその練習試合の映像を見たまたま、ちょっとスーパーサッカーのツイッターの映像かな、なんか見たときに、うん、ああ、シュートの時に全部フォームは崩れてるんで、うん、まあ、多分本人は気づいてると思いますけど、気づいてるんですか、ね、そう、そのフォームが悪かったから、膝痛めたんですよ。ああ、した時に。なんですね。いやでもこう、フォームが崩れちゃう原因ってこう、どういうことが、まあ、怪我で感情が入るからです。打つ前に決まると思って打ってるんで。なんでしょう、そのシュートを試合中に打ったのがもう1年ぶりぐらいだったんですよ。はい、シュートシーンっていうのをしばらくこう迎えていなくての、なんか急に、あ、今日こういう感じなんだっていうので、結構こう緊張してしまったなっていうのがすごくあります。でその瞬間どうなるかっていうと、はい、蹴る方の足だけ振っちゃうんですよ。力が入っちゃうんですね。力が入るというよりは足を振ってしまうんで、結局インパクトした瞬間に、例えば左足でシュートを打った時に、左のこうインサイドにこのボールが当たった瞬間に、左のインサイドに当たった時に左の膝にもう負担がかかってて、それは股関節から振ってれば、もしくは上半身からこう動き出してれば、体の中心から動き出してればその痛みは出ないんですけど、足から反応しちゃってるんで多分痛みが出たんだと思います。怪我のそういう原因まで分かっちゃうんですね。でも自分でやっぱりそのシュート打ってた時の感覚も分かってるんで、自分から足振っちゃうと、やっぱり足にボールが当たった瞬間にその振動が膝に来るし、それでまあ多分痛みは出たんだと思いますけど。違う？あの右で打ったやつね。ああ、じゃあ右、軸足になった方？そう。それは多分、それも全く同じで右足振っちゃってるからですよ。うん。そうなんです。自分で分かってると思いますけど。はい。コーチと松山選手の関係ですね。でも、なんか長澤さん、こう、中西さんに、なんか、本当、プレー見られてただけで、なんか、いろいろ見抜かれてる感とか、なんか、逆に怖くないですか？すごくズバズバ言い当てられるというか。いやー、怖くはないですよね。怖くはないですか。うん。なんで分かるのっていうのもありますよね。いやでもまあ分かるだろうなっていう、なんか当たり前になってるんで、特に2人の関係の中で当たり前なんですね、はい、うまくいかないときは必ず理由があって、そのときは必ず感情が入ってたりとか、うん、末端から動き出してたりとか、人間の体にとって、理にかなってない動きになってるんで、うん、それはまあさっきも言った通り感情が入ったりとか決めたいとか、さっき長里選手が言ったんですけど、結局シュートを打つ瞬間に自分がシュートを打つときに決まるフォームにもうなってないんですよ、うん、久しぶりにシュートを打ったじゃないですか。そう。でその久しぶりにシュートを打ったときに、その決まるシュートのフォームって自分の体の中に感覚として残ってなくて、うん、もっと多分決まるシュート決めてるときはその感覚が体の中に残ってるんで、その動きをオートマティックに呼び起こせるんですけど、あまりに久しぶりに過ぎて、しかもそのシュートの瞬間が3つも訪れて、3つとも一番いいミートポイントでボール蹴れてないんですよね。ちょっと体から若干遠いところでボール蹴ってるんですよ。決まるときはもうちょっと体の近いところで蹴ってるんですけど、それが多分本人にとってはすごい違和感だったと思います。なるほど。
ありがとうございます。すいません。ちょっと時間がそろそろ、迫って、終わり？待って、第1部の方はそろそろエンディングとさせていただきたいと思います。1個この質問聞きますか？はい。すいません。パーソナルコーチについて、最後じゃあちょっと聞きたいんですけども、こう、テニスやこうフィギュアスケートってこう、1対1の関係性で教える、まあ、指導が多いと思うんですけど、中西さんのパーソナルコーチってそういう形に近い感じですか？はい、そうです。なるほど。やっぱこう、1対1でやるっていうのは、まあ、その、何て言うんですか？普通のサッカーだとちょっと特殊ですよね。まあ、でもやっぱりこれだけ選手が技術が上がってきて、そしてまあチームとしてはもう戦術がまあかなり細かいものになってきて、練習の中でやることってほとんどチーム戦術に対して自分はどう動くかってことばかりで、その中でその自分の技術をどう磨くかとか、その技術をどう発揮するかってことに関して言うと、多分おそらく自分一人でやるしかない状況なんですよね。うんうんうん、まあ、僕はそれは選手の時からずっと自分が選手やってる時に、チームのことはできるけど自分の技術を上げることは自分でやるしかないなって思っていたので、うん、まあ、それは選手の時から考えていて、まあ、多分永瀬の選手もそうだと思うんですけど、やっぱりチームとしてのトレーニングではそこは補えないっていうのを思ったんじゃないですかね。なるほど、はい。じゃあ、すみません、ちょっと時間ないので永瀬さん最後の質問にさせていただくんですけども、その、はい、パーソナルコーチっていうのは永里さんにとってどういうものかっていうのちょっと伺いたいんですけど。なんかその自分を知る時間というか機会というか、そういう位置づけに今はなっていて、やっぱりそのピッチでこう自分がプレーしているときに無意識でやっていることにこう意識的に気づかせてくれるものであったり、じゃあ意識的にじゃあパーソナルトレーニングで取り組んだことが、じゃあどう無意識でそのピッチに帰ったときに出るかっていうところで、その自分の成長の幅だったりだとか、自分がこう認知できるものの深さだったり広さだったりっていうのをこう広げていけるような機会になっているのかなっていうふうに思ってます。なるほど、自分を知れるんですね。いや、それはサッカー選手にとってやっぱ自分の客観視って成長につながる一歩目ですもんね、そこが。あ、すごい勉強になりました。ありがとうございます。ということで、すいません。じゃあ、第2部の時間が迫ってきてしまったので、じゃあ、お二人に最後、簡単にちょっと今日の、イベントの感想をちょっと、あと、今日来ていただいた方へのメッセージもちょっと改めていただければと思います。じゃあ、先に永里さんからいただけますか。はい。まあ、どんな方が聞いていらっしゃるかちょっと把握してないんですけれども。いや、それはサッカー好きな人でしょ。じゃなくてこの話聞いてくれない。まあこう私自身こう不本意ながら始めたサッカーだったんですけれども、まあ、こうして技術の奥深さだったり自分がこう成長していく過程をこう肌で感じれるようになった瞬間にこうサッカーがよりこう本質的にこう面白いなっていうふうにこう捉えられるようにこうなっていったし、やっぱりこう突き詰めていけばいくほどこう楽しさが増していくというか、そういった喜びがこういっぱい詰まってるなっていうふうなのをやっぱ感じるので、こう私結局夢中になったことってやっぱ突き詰めてやることが結構多いんですけれども、まあ、サッカーだけじゃなくて今はドラムやったりとかもしてるんですけれども、なんかそれに全部にこう通ずるところがこういっぱいあるなっていうのはすごく感じるので、やっぱり一つこうやって突き詰めるとそれが横に展開していけるなっていうのはすごく感じるので、だからそういった技術の習得をこう突き詰めてやることっていうのは、まあ、自分自身にとっての喜びもなるし、より自分の活動の幅を広げるためのそういった武器にもなっていくなっていうのを感じるので、すごくなんかそういったところをなんか皆さんも見つけてやっていってほしいなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。あれですね、本当 N14 中西メソッドをなんか勉強したら、なんか真剣ゼミじゃないけど、人生全部楽しくなっちゃったみたいな、なんか、そんな感じに聞こえましたね。すごい。ありがとうございます。中西さん、じゃあ改めて今日のイベントの感想と来てる方へのメッセージもお願いいたします。まあ、今、技術のことをたくさん話をしたので、技術を磨かないとうまくなることができないのかっていうふうに勘違いされてるかもしれませんけど、その僕がまあやってるそのメソッドっていうのは、その例えば技術がうまく発揮できなかったとしても、それを思考でどうか変えられるかっていうことも、まあ、よく僕は言うんですけど、そのトラップミスした瞬間にしまったと思わない方がいいよっていうことをよく選手に言うんですけど、結局ミスをミスと捉えないで、結果、まあ、例えばトラップに関して言うと、まあ、接続詞なわけですから、トラップするためにサッカーしてるわけじゃなくて、トラップした後にいかにいいパス出すか、いいシュートを打つかってことを考えてサッカーしてると思うんですよね。で、その時どういう思考で言うと、今言ったミスしたことがミスにならないかとか、ミスしたこと、ミスっていうか、そのボールが浮いたことが逆にプラスになるとか、まあ、分かりやすいで言うと、先日のヨーロッパリーグの久保建英選手がボールが浮いた瞬間に浮いたことを利用してラストパス、いいボール出したんですけど、そのどういうこともすべてこう思考で変えられるわけですよ。起きてる瞬間のことって。だから、それは技術を磨くってことももちろんそうですけど、思考で結局その技術は変えられるんで、何でもかんでも完璧にできるなんて無理なんです、さっき言って。で、長澤選手だってもちろんミスしながら、ミスをミスに見せないような動きであったりとか、それはもうミスしたと思った瞬間に自分の頭の中が動きが止まってしまうので。それはどうやったらそうならないから、どうするべきなのかっていうことをやっぱ知らないと、多分、技術をより楽しく発揮できるようになれないと思うんで、まあ多分、まあね、長澤選手、実際その、すべてを、ね、完璧にやるの無理じゃないですか。だから、その、ネガティブなことが起こっても、それはネガティブに捉えなかったら、それはポジティブになったりすることもあるじゃないですか。なんかそうですね、自分のミスに寛容になれるようになったんで、他人のミスにも寛容になれるようになりました。器がでかくなってるじゃないですか。だから、そういうその技術って、その全部を完璧に遂行することが技術ではなくて、全部を完璧にじゃなくて、最終的に目的のところ、じゃあシュートなのかゴールなのかラストパスなのか分からないですけど、そこでいいパフォーマンスになるような方法だったり、その思考みたいなことも、まあ、いつも僕話してるんですよ。日本人テクニックがあって、技術があって、上手い選手たくさんいるんですけど、それが技術と思考が結びつかないとスキルにならないんで、スキルってのはこれ試合で発揮するためのものですよ。相手がいなかったり、もしくはプレッシャーかかってない状況だったら日本人上手いけど、プレッシャーかかって、じゃあ思考があって、その状況で出るものがスキルで、これが一番サッカー選手にとって大事なものなんで、それを発揮するためにどうあるべきか、どうするべきかってことがすごく重要で、まあ、我々は常にそれを、まあ、長澤選手もそうだし、まあ、久保選手もそうだし、どうやってそのスキルに結びつけるか、技術を。これが本当に重要なので、そこをまあ、まず学んでもらえると、全然サッカーを見る目は全く変わると思いますよ。いや、すごい。最後にコメントでめちゃくちゃまとめてくれたコメントが来ました。技術は思考が支えるのですねって来てますけそど。うです。いやー、ありがとうございます、このコメント。はい、といい。うことで、すいません。じゃあ、お二人、じゃあ、以上、第1部は以上となります。第2部の方に、はい、じゃあ、移動していただけますでしょうか。二人どうもありがとうございました。また後ほど第2部でお願いいたします。第1部聞いていただいた方、ありがとうございました、本当に。ありがとうございましまた。たどこかでお会いできることを楽しみにしてます。ありがとうございました。聞いていただいた方。はい、どうもありがとうございましありがとうございました。た。